さて、赤い羊が騒ぐとき、プレイしていきます。蹴りつける音がする。何度も何度も。痛みが引く前に、再度痛みを。早く、意識が消えてくれと願う。その願いも虚しく、感覚が研ぎ澄まされていった。ああ、笑い声。心底楽しそうに、暴力を振るっている。ワルト10ニュース。ただいま入った情報です。閑静な住宅街で立てこもり事件発生。人質になっているのは、この家に住むエマ・バリドーちゃん、12歳。女優のアリセ・バリドーさんの娘さんだそうで。犯人はピエロの格好をした男。斧を振り回していると情報が入っています。帰宅したら、あの男が家にいて、斧を振り回してきたんです。え？面識は？ええ、あります。エマをずっとストーカーしていた男です。今銃声が聞こえました。機動隊が突入した模様で。犯人は射殺されました。あ、手続きしてこなきゃ。ターナー、悪いけど先に行っていてくれない？エマはあなたに懐いていたし、記憶もきっと、ね。いいよ、お嬢ちゃんのお相手してますよ。よろしくね、くれぐれも刺激しないでね。わかっているって。さてと、病室はどこかな。受付してないのに先に行っちゃっていいのかな。というわけで捜査ここから開始です。主人公ではないですね。今操作してるのは記者のターナー。記者か。さっき一緒に歩いていたとんでもない格好をしてる人は、多分主人公の母親、女優だね。女優と記者の組み合わせか。なんかすごい偏見だけど、めちゃくちゃうさんくさいな。そしてこのターナー氏さ、素肌ジャケット決めてんのかなと思ったけど、これは違うね。そういう色の V ネックだね。やっぱ、高身長イケメンに V ネックは、似合うよな。まあでもそれをかき消すぐらいのとてつもないにやけ面だったんだけど、私は応援するよ。病室はここは違う。知ってる？女優のアリセの娘、うちの病院に入院してるんだって。マジかよ、噂じゃアリセに似てるらしいぜ。見てみて。なら美少女だね。ストーカーされるのも無理ないよね。まあアリセ、男特会引っかいだし、きっと娘もビッチだろうな。芸能人の子供ってろくでもないし、案外娘から誘ったのかもよ。ふん。自分たちに関係のない話題は、とことんゲスになりがちだな。俺たちが稼げるわけだな。まあ、なんか思うところあるかもしんないけど、記者としては確かに、そういうゲスな記事は売れるっていうのはまああるからね。しかしこれ、恋人とはいえ、そういう情報を出しちゃダメだよな。廊下でこそこそと、どこで記者が耳をね、こう向けてるかわかんないからね。203号室の患者さん、一時的な記憶喪失ですって。おい、ベテラン、廊下で話すのやめろ。どこに記者がいるか、わかんないからな。事件を忘れているはずなのに、犯人らしき人に襲われている夢を、毎日見ているって。なんだかかわいそうです。あんな小さい子。苦しんでいるのはこの子だけじゃないのよ。いちいち悲しんでちゃ、ダメよ。それに、これって有名税みたいなものよ。芸能人の子供なんだから、もっと自覚持って行動すべきよね。そういうもんですかね。ベテランっていうか、ただ擦れてるだけなのでは。まあそれも含めてベテランか。記憶喪失ね。夢に見るってことは、すべて記憶から消えてたりしないものってことか。ああ、記憶喪失なのか。今から行こうとしてる、多分娘だよね。ここの病室かな。ここまでセーブしますか？ああ、まあ、セーブさせていただきましょうか。どこでもセーブできるタイプではなかったかな。うん。じゃあ、とりあえずレベル1のターナーでセーブしました。
誰？おと、おじさんは、怪しいもんじゃ、ないよ。そのにやけ面で言ってもな。君のママの恋人のターナだよ。雑誌の記者をしてた。覚えていない？よく家で一緒にゲームして遊んでたんだけど。ごめんなさい、わからないの。ママのことも全部覚えていないの。きっと、心因性のものだろうね。大丈夫、いつか思い出すよ。何か手伝えることがあったら、言ってね。おじさん、記者なの？なら、私の悪夢の原因、わかる？斧を持ったピエロに殺される夢を見るの。私にみんなの記憶がないのと関係しているの。エマちゃんは、真実を知りたい？それとも、悪夢を見なくなりたいだけ？どっちも、なんでみんなを覚えていないのか、ピエロの悪夢を見るのか、はっきりしたい。君は、思ったより強いね。でも真実を知るのは、とても辛いことだよ。時間が経てば、そんな悪夢も見なくなるかもしれないのに、今解決したいのかい？今この夢を見る意味を知りたい。ママを、おじさんを、思い出したい。わかった。なら、俺の知る限りの事件を話してあげる。辛くなったら中断するから、行ってね。うん。まず君がこうなった原因は、立てこもり事件に巻き込まれたからだよ。犯人は君の家の近くで、車の中で生活をしているようなやつで。まあ、頭のおかしいやつだったらしい。斧を振り回していたからね。そして、事件後犯人は射殺された。ここからは、ちょっときつい内容なんだけど。君はどうやら、犯人に、殴る蹴るの暴行を受けたらしい。しかも、ずいぶん前から犯人は君を、ストーカーしていて、危害を加えていたらしいんだ。その証拠に、裾をめくってみて。君に送っていたらしい手紙も、たくさん押収されたらしい。犯人は、小児性愛者だったみたいで、暮らしていた車には、たくさんの子供の写真があったとか、噂だけどね。そして、犯人の職業はクラウン。そう、ピエロの格好で、する仕事なんだよ。ピエロ。それが、悪夢の正体だよ。それで、考えたんだけど、悪夢を見なくなるなんて難しいから、だからさ、立ち向かうんだ。悪夢が怖いのは、よくわからないものだからなんだよ。でも所詮夢は夢、君に危害を加えるなんて無理なんだよ。だから、スイッチを作るんだ。スイッチ？そう、なんでもいいんだ。こうしたら襲ってこないというルールを作ってしまうんだよ。例えばよくミステリーではあるけど、赤い羊さ、レッドラム、綴りが逆になって、マーダー、殺人って意味になる。夢なら何でもできるから、ひっくり返った羊を、赤い羊を戻すと、殺人は起きないってルールを作ってしまう。そしたら、襲ってこれなくなるよね。難しそう。ターナー。どういうことよ。刺激しないでって言ったじゃない。アリセ怒らないで。エマが望んだことなんだよ。真実を知る権利はエマにあるだろ。だから、話したまでだよ。それに、悪夢がなくなれば、元の生活に戻りやすくなるだろう。それとも何か、悪夢を見なくなったら、都合が悪いのかい？そんなわけないじゃない。ただ、あの子がまた傷つくのが、見たくないだけよ。エマの傷ついてる姿を見て、君自身が傷つきたくないだけだろう。ごめん。言い過ぎたね。お前、謝るような顔してくれ。そのにやけ面じゃ台無しなんだよ。君が一人で子育て頑張ってきたことは分かっているんだ。大丈夫だよ。きっと、これから全てが良くなるさ。夢に立ち向かう、か。事件のこと思い出せないけど、きっと悪夢みたいに怖い目にあったんだろうな。
今は思い出すそうにないけど、きっといつか思い出すのかな。辛いことたくさん思い出すのは嫌だけど、ママもおじさんもいい人みたいだし、早く思い出したいな。でも、まずは夢をコントロールしなきゃ。さて、ここから真の捜査開始ってところかな。多分この子、エマ入院中。エマ入院中ですね。多分ニューはあれだ。ミドルネームってやつだね。アリセの娘。なんかターナーはあれだね。すごいなんか DV 男もみたいなムーブしてたけど、これはちょっと先入観あるのかな。大体あのね、ニヤケズラのせいだと思うんだよな。薬とペンダントが入ってる。ママと撮った写真入ってる。早く思い出したいな、ママのこと。まあ、訳ありだとは思うんだけどな。いや、なんかさっき廊下でも話したんだけど、ゴシップの話。そのゴシップを撮ってたのはターナー？いや、まあ、それだとすれば、今その、アリセさん？エマの母親と一緒にいる理由もよくわかんないんだけど。記者とのつながりはまあ、いろいろありそうではあるんだけど、関係はちょっと疑ってしまうよね。眠りますか？眠ると夢が、あれだけど、今はまだ、どうすんだ？とりあえず寝るか。レッドラム。このギミックはちょっと別のゲームとかでもね、ありましたね。逆にすると殺人になると。暗闇に沈んでいく感覚。眠りに落ちた。ここは悪夢の中、怖い。しっかりしなきゃ、ちゃんとおじさんが言ってたみたいに。うまくできるかな。あ、現実の記憶しっかり引き継ぐんだ。明晰夢だな。で、思いっきり下にマーダーって書いてありますけど、これひっくり返すってどういうことなんだろうな。天地逆転か？天地無用。なるほどね。いきなり即死トラップは少し困るんだよな。まあでもよく見たらドアの前にケチャップが大量に付着していたから、これで察することはできたか。できたかな。まあ多分できたんだと思う。まあそんなわけで、とりあえずいろいろ気をつけてどうにかなるかわかんないけど、この明晰夢の世界を旅していきましょう。紫と水色、黄色のドアがあって、左右は一応血がついていないけど大丈夫か？で、赤い日記はもうそりゃセーブですよね。先にこっちを見つけておきたかったな。病室の前から再開になっちゃったし。これは、テロレンテトンテン。まあ、壺は音を奏でると。まあ、そういうもんですよね。これは HP 回復かな？右上の多分赤いハートが、一応体力ゲージだと思うんだけど、ここにも HP あるんだけど、これとは関係あんのかな？で、あ、こっちは、なんだ、この BGM は。あー、なんか来てる。来てらっしゃいますね。あれが九段のピエロか。一応、マップを越えては追ってこないか。ああ、いや、出てくるな。先に行きたいんだけど、一応、確かめておくか。即死なのかどうかが見ておきたい。あ、いた。あ、一応逃げられはするね。あ、HP は減ってる。右上はあれ、じゃあなんだ？減ってるようには見えないけど。で、多分こいつは回復で、無限に使えるかな？ 30 か。なんかダメージはね、意外とそうでもなかった。イベント、あ、ん？これさっきと同じ道繋がってるのか？即死じゃなければ、どうってことないんだけど。あ、いけない。めっちゃ戻される。ああ、ダメージを受けてない。メニューも開けるね。オッケーではないんだけど。さて、赤い羊をひっくり返すか。こいつは、まあ、赤い羊ではないんだよな。やっぱ赤い殺人鬼なんだよな。どうすればひっくり返るか。やっぱ部屋ごとだよな。ドアの隙間から闇が見える。暗いところは嫌。嫌か。懐中電灯か何か必要？スマホとか持ってないのかな。県外だけど、ライトは結構使えるんだ。下と右にも道が。ここは、あ。どうだ？即死になるか？どうなんだい？あ、え、追ってくるじゃん。まっこい。なぜか強い力で引き戻された？
おっと、おっとっとっと、引き戻された、引き戻、そこは無理かな。こけ、まあピエロはそりゃ消えるよね。だってピエロだからさ。まあ夢の中だから割と何でもありだよな。ダメージはちょっと受けちゃったか。まあでも必要経費でしょう。やっぱり一撃一撃が大したことがないんだよな。まあこれも夢の中っていうことで。こっち、こっち。こっち。あ、テキストあったし、やっぱさっきのはイベントか。逃げ切ればいいのか？時間いっぱい。マップ移動とはちょっと違いそうだったよな。ここはシャワールーム。洗面台だ。浴槽？黒ペンキと筆を見つけた。ああ、ペンキと発見。誰か来る。どこかに隠れないと。まさかターナーか。ダンボール、隠れ。ロッカー先輩がいないからな。ダンボールよりは私は、浴槽の方がいいのではと。ここに隠れよう。まあ、うん。それは、ちょろいさ。トイレの中隠れなくてよかった。トイレ隠れられたのかな？なんか、にゅるってなりそう。まあ、ひとまず、まあ、一回負けたので、これはいいセーブですね。ペンキか。ペンキでこれを塗りつぶす。アイテムは自分で使えるような感じではないんだよな。無理か。ここの扉を？あ、開けること自体はセーフな。これ入ったらアウト。どうだ？この扉には触らない方がいいですね。下は、ここは、ああ、いける。紫の扉か。あ、なんか、いろいろと移動ができる。できる、できたり、できなかったり。殺人はいらない。羊を元に戻そう。羊か。なんか、絶妙なバランス感覚で、こいつら、なんか、乗ってる？羊か。一つ羊がひっくり返ってんの、赤い羊。これはマーダーだね。ああ、マーダーですね。ああ、めっちゃ押してく。なんか、ちょっと卑猥な感じだったね。ちょっと、よくないから。これ、動画だからさ。小さい子が見てるかもしんないだろ？いや、見てないこと私は知ってるんだ。よいしょ。どこかで明かりのつく音がした。え、なんで君立ったの？え、どういうギミックなんこれ。これスイッチを押して、押した反動でポーンって上に上がって、下って立ったのかな。まあ、それはあるね。なんかがなんかつってた。なんかフラグ当たったっぽいな。まあ、ひとまず、とりあえずこれで探索を。外は曇っている。夢の世界、ソファーの下には何かあるな。これレシートかな。ここに何か紙が。21分の7チップス。愛しいエマへ。みんなが敵でも、僕だけが君の味方だよ。僕と一緒に逃げよう。車の心配はいらない。僕はキャンピングカーで住んでいるからね。夏の旅行みたいなものさ。7月21日に思い出のあの場所で。これは九段のピエロか。君の親友、ピエロのラックより。何？これ。誰か来る。隠れなきゃ。またか。あんま考えてる時間ないかな。またロッカーはないんだよな。ここはもうソファーしか。あるまいな。他になんか別に、浴槽とかが、あ、今、ね、あ、こうやって逃げるのもありなのか。そろそろ姿を出してくれてもいいと私は思うんだがね。まあ、すごいストレス能力高くなったから、これはこれでありなんじゃないだろうか。セーブ、あ、しちゃった。うん、まあ、いいか。さっき羊のギミックを直して、なんかフラグ立ったから、多分こっちに行けるようになったんだと思うんだけど。え？ああ、なるほど。なんとなく、まあ、分かってはいましたけれども。まあ、すごく、ね、些細なバグを引いたということで、
ここはひとまずよろしくお願いします。じゃあこれで改めてセーブをしましょうね。なんかよくわからんゲームオーバーになったよな。あれ動ける。なるほど、無限に死を迎える。これがゴールドエクスペリエンスレクイエム。ああ、完全に把握した。下のこの模様は模様じゃなくって実際トゲなんだな。部屋はどうだ？ここでピエロに襲われたらちょっときついな。鍵を見つけた。あ、なんかこれ以上ないっていうぐらい立派に鍵を取ったな。一応奥に先に。鍵か。鍵どっかで使う？どこかに鍵のかかってる部屋なんかあったかしら？あ、ひっくり返ってる羊。殺人はいらない。塗りつぶしてしまおう。そんなものはないのだから。ああ。ペンキ。ペンキで黒く塗った。ああ、すっごい綺麗に塗ったね。これマスキングテープとか必要だよね。ペンキは使ってもなくならないか。これは、セントリーガン。映写機か。ぐるぐる回さないと、洋画劇場始まんないんだけど。僕と約束の日を。約束の日？7月21日。映写機が動き出した。これは、ピエロとの写真。この場所。ピセ？パイズ？そうだ、思い出した。課外授業で週末医療のホスピスにボランティアに行った時のだ。思い出した。この時にピエロに会ったんだ。それで確か家が近所だって知って。これは手紙。そう、そうだった。手紙のやり取りをするようになって。エマエ、お元気ですか？例のことなんだけど。誰かに言ったりしましたか？今度会うときに教えてください。ピエロのラックより。例のことって何？思い出せない。それに、どうして近所に住んでいるのに直接話さなかったのか、思い出せない。まあ、近所とは言っても近所ではないからな。移動できるっぽいし。これ。ロケットペンダントを手に入れた。ロケットか。大気圏へ一緒に旅行？まあ、それもありかもしれんね。さて、ピエロ、ターナ、母親、いろいろ登場人物出てきてるけど、一体誰が悪い奴なのか、ちょっとわからんね。ピエロはちょっと安直すぎるんだよな。これは毒されすぎ？考えすぎかな。まあ、ピエロ自体は単純に怖いんだ。マーダーが消えた？これは、なんか解決したってことでいいのかな。ひとまず、セーブはする。だとすると、もう命の危険はないということで、ようござんすかね。ようござんさないですね。あれ、ペンキ無限に手に入る。せっかくなんでちょっと段ボール隠れたいなと思いますけど。まだ辛うじて生きてる。生きてなかった。あ、あなたは私の悪夢だから。夢は幻。私を傷つけることはできない。何？ロケット、ペンダント。夢。悪夢が消えた。これは、ただ、うなされて起きただけなのでは。ママ。エマ、安静にしてなきゃ、ダメよ。私、おじさんのおかげで、悪夢が消えたみたいなの。よかったわ。これなら、もうすぐ退院できそうね。本当によかった。でもまだ、ママのこともみんな、思い出していないの。そんなのはいいのよ。辛い記憶と一緒に蘇ってしまうもの。
重要なのは過去じゃなく未来よ。お家に帰ったら楽しく暮らしましょうね。うん、楽しみにしてるね。ワールド10ニュース、ただいま入った情報です。立てこもり事件の被害者のエマ・バリドーさんが自宅で転落死しました。事件性はなく事故とみられます。お、なんか7月の21、ロケットペンダント、これ写真の後ろに何かもう一枚紙が入ってる。これ夢で見た写真。あとこれ手紙。親愛なるエマへ。文通もこれで10回目だね。本当は会って話すことができたらよかったんだけど、僕は耳が聞こえないばかりに大変にさせてごめんね。この前の写真渡しておくね。だから文通してたんだ。あ、写真の後ろに何か書いてある。僕は君の味方だよ。君が虐待を受けていることを警察に手紙持って行ったんだけど、信じてもらえなかったんだ。僕が住むところも家出少年だったばかりに、本当にごめんね。だから僕とどこか遠くへ逃げよう。僕たちが会ったあの場所で待ち合わせをしよう。え、虐待？それじゃあこのお腹の傷は虐待されてた後なら、ピエロのラックは犯人じゃない。誰かに知らせなきゃ。ああ、ここで成分を委ねてくるか。じゃあひとまず13番でいきましょうかね。なんかちょい不吉だな。エマ入院中、エマ夢の中、エマ地。いろいろとバリエーションがあるね。誰に言うか、これめちゃくちゃ重要だよな。まあ、母親か、ターナーの二択になるわけだが。どっちも怪しいな。ただ、ぶっちゃけピエロがまだ怪しいかどうかって言われたら、ちょっとまだ怪しくはあるんだけどね。これはね、同化恐怖症とは関係ないんだな。ママ。エマ、安静にしてなきゃダメよ。私、思い出したの。私を傷つけたのはピエロのラックじゃないって。そんなわけないでしょ。かわいそうに混乱してるのね。いいわ、精神安定剤を打ってあげる。そしたら混乱も収まってゆっくり眠れるわ。ママ、どうして信じてくれないの。まさかラックの手紙には虐待って書かれてた。それってつまりママだったの。私を傷つけていたのは。そんなわけないじゃない。エマは今混乱しているの。さあこっちに来て薬を打ってあげる。いや、母親もちょっと短絡的すぎるとは思うんだけど、心配してんのは本当っぽいんだよな。あ、どうだろう、これはどう転ぶ。どうしたのエマちゃん。助けて、ママが。こっちへ。もう大丈夫だよ。鍵をかけたよ。ここは病院のどの部屋なんだ。何があったんだい。あのね。なるほどね。でも、君のママが犯人というのは飛躍しすぎていないかな。信じてくれないの。あのね、エマちゃん。夢は夢なんだよ。あの犯人は君の家で斧を振り回していたんだよ。でも手紙にも虐待って。エマちゃんはまだ小さいからわからないかもしれないけど、ストーカーの心理っていうのはね、都合よく現実を作って思い込んでしまうものなんだよ。まあそれは確かに効くわね。だからね、ピエロは君を救う正義の味方になるために君のママを悪者だと都合よく考えて行動していたんだよ。エマちゃんまで悪者扱いしたらママがかわいそうだよ。信じていいのか、ターナー。そうなのかな。やっぱりママが犯人じゃないのかな。さあ、ママが心配してるよ。ママのところに行こう。うん。手をつなごう。
一緒に行けば不安じゃないよね。うん。子の手を知ってる。どうしたの、エマちゃん。う、あ、あなたが犯人だったの。思い出しちゃったみたいだね。いたな、信じてたのに。やっぱり記憶っていうのはそう簡単に忘れないものだね。本当に残念だよ。君を事故死させなきゃならなくなってしまったよ。来ないで。手を出したら刑務所行きよ。私が死んだらママが疑問に思うんだから。それは大丈夫さ。君のママは気がつかないよ。俺が心配になるくらい人を見る目がないんだ。君が暴行を受けた跡を見つけたまではよかったんだけどさ。よりによってこの俺に暴行跡の相談をしてきたんだよ。だからさ、君と仲良しのピエロのせいにしてやったよ。ひどい。はあ、エマちゃん、何か勘違いしてるよ。ピエロが死んだのは俺のせいじゃないよ。え？あの時なんでピエロが家に立てこもって斧振り回していたと思う？エマちゃんを助けに来たからだよ。でもエマちゃんはミスを犯してたみたいだね。ピエロは虐待していたのがママだと思っていたみたいだね。だからママは通報しちゃってピエロは死んだ。エマちゃんのせいでピエロは死んだんだよ。私のせい。タナって記者よりもさ、メンタリスト向いてるよね。暗黒メンタリストタナ。真実を知ろうとしなければこんな思いしなかったのにね。きっと記憶がないのはね、エマちゃんの目の前でピエロが死んで、その罪を償いたくないっていうエマちゃんの卑怯な心理が現実逃避させたんだね。君が死んで償うのは当然だと思わないかい？なんだこの音。お前、死んだはずじゃん。来るな、化け物。やめろ。キャー、人が、誰か落ちたぞ。さあ、ピエロさんにご挨拶できたら帰りましょうね。うん。あの後、ターナー王子さんは一命を取り留めたとママから聞きました。ママが言うには、おじさんは薬をやっていて、あの時もピエロという幻覚が見えていたそうです。今もずっと見えてるみたいで、刑務所の中で大変だそうです。ラック、また来るね。あの時からしばらく経つけど、私はまだ記憶をすべては思い出せてはいません。でも、私にはわかる。あの時見えていたピエロのラックは幻じゃないって。